HRP-2HRP-2 は通称産業省の人間協調共存型ロボットシステム研究開発事業で2003年に開発された二足歩行ロボット。産業技術総合研究所、川田工業、安川電機、清水建設の共同研究で開発され、外装は伊豆淵豊がデザインした。相性はプロメット。後継機は 2007年6月に HRP-3、2009年3月16日に HRP-4C が発表された。2017年9月5日に国立科学博物館の定めた重要科学技術資料の大002275として登録された。身長 154cm、体重 58kg、横幅 62cm。 両部の二自由度を含めて、全身で三十自由度を持つ。足もなどと異なり、背中にバックパックを背負っておらず非常にスリムな形状である。股関節の肩持ち構造を特徴とし、平均台など、アイロの歩行が可能になっている。頭部に三眼ステレオカメラ、頭部に三軸の振動ジャイロセンサと三軸、加速度センサ、両手首、足首に六軸の力センサが搭載されている。 カメラのうち二つは、頬のダクト上部分に収められている。川田工業がレンタル事業を手掛けており、ハードウェアのレンタル価格は3800万円。5年間、メンテナンス価格は400万円。年である。制御ソフトウェアは、ゼネラルロボティクス社が販売価格400万円、メンテナンス価格60万円。年で扱う。ありがとうございます。